こんにちは、有精卵です。今日は令和2年の9月、8日か9月8日です。今日は今朝からね、僕はね、桃農家のね、自分ところの農作業を5時頃からやってたんですけど、急遽ね、親戚の、稲作農家のね、おじさんから、脱穀作業のね、SOS がかかりましてね、朝の8時頃、急に電話がかかってきて、今日どうでも脱穀作業しなきゃいけないから来てくれなんて言われて、今ね途中まで、軽トラでね来たところです。雨がね降ったり、最近大変だったので、なかなか稲刈りのタイミングもね難しい状況だし、稲刈りしても脱穀作業のタイミング、なかなか苦戦してるようです。だから今日ね、少しでも進められるように、助っ人に来ました。まだね途中なんですけどね。妻はね、妻も来るって言うんだけど、妻はねまだね後の方で、これもう1時間くらい経ってるんだけど、もうちょっとで着くんですけどね。来る途中にはね、僕より若い山梨県のね後継者の農家さんがね、きゅうりをね売ってるので、きゅうりをね6袋買って今まで僕はね自分できゅうり作って売ったりしてたんだけど、自分がまさかね買う羽目になるとはね。今桃を中心だからきゅうりが、そんなに家にはないからね、買ったりして、これまあ6袋のうち少し親戚に分けたりねしようかなみたいな、そういうね関係っていうのがねまたいいじゃないですかね。多く買ったら少し仲間に分けるみたいなね。でお茶も飲み飲みね、お茶も飲みながら、今から向かって、日中暑そうだけど、頑張ろうかなと思っています。今日だけじゃもしかしたら済まないんだけど、僕たちも頑張るので、地球に住んでる皆様、それぞれみんなで頑張っていきましょう。とりあえずお疲れ様です。